こんにちは、ゆうです。バザーのお時間です。明快、はい、今日無課金サブカシバリマルやっていきたいと思います。今日担当の方、おめでとうございます。昨日も、お休みいただいて、ちょっと最近一日大きになってるんですけど、はい、ちょっと、天気が悪すぎる。あ、でも今日ショートはアップしたか。あ、そうか、大丈夫か。はい。あれか、火曜日の生放送をつけてください。ありがとうございました。いろいろね、サポート、皆さんもサポートや、ご参加してくださった方々、ありがとうございました。僕がね、もうちょっとね、サクサクってね、決めれたらよかったんですけどね、はい。まあ、そこはね、ちょっとまだ。ビジネスパズル難民をちょっとね、偽りすぎて、なかなかそこの殻から抜け出せないというか、はい。まだ本当の力を出し切れてございません、はい。で、今日はね、ちょっと百式じゃなくてですね、4月のクエスト、終わらせないのを、思い出しまして、15、はい。ほんで、もうガンダムも引きたいなと思って、はい、クエスト見たら、やっとらへんやんけ、と思って、はい。今日ちょっとクエストで、ちょっと息抜き程度にね、僕も、はい、ちょっと軽くサクッとね、動画投稿していきたいと思いますんで、それでは4月のクエストパーティーご紹介したいと思います。はい、こちらですね、グランエルブ黒飛びですね。黒飛びサブに自前でおります。はい。バーテンダーお酒ガチャの時にね、弾けたんですよね、待望の。ほんま上半期フレンドさんの黒飛びに散々お世話になったんで、やっと夢の自前黒飛びループです。はい、それではご紹介しましょう。リーダーの黒飛びちゃう、黒飛び好きすぎて、はい、グランエルブです。はい、リーダーの グランエルブにジャチン体制、アマージュ武器つけてますね。はい、こちら一応変身後のリーダー好きが水闇の同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が9倍、3コム加算、固定500万ダメージ、入属性の全パラメーターが 3.5 倍となっております。で、こちらジューンブライドのエル社ですね。はい、HP 強化ちょっとついてたんでもったいないんですけど、チーンね、初ターンワンフロアで飛んでくるんで、はい、チェーン4つに HP 強化1つで、虫柱の通行、はい、こちらつけております。で、変身後がね、回復強化や完全暗闇耐性つけれたり、はい、もするんで、今回は多分アシスト向こうは来なかったんかな。はい、まあチーム回復要因ですね。はい、あとはこまめにその無効貫通や回復力アップ、操作時間アップ、そちらをね、役割になっていただいておりますね。はい。で、こちらが、特待生イシスですね。特待生イシスに、小学生全パラ強化、スキルチェーン2つに、お邪魔目覚め体制。はい。こちらもね、黒飛びに至っては、全くね、火力ソースになってくれる、覚醒がなかったので、はい。もう割り切って、もうサポート要員に回ってもらってます。で、アシストは、ワルリン武器ですね。不服属性闇にすることによって、一応攻撃色はね、揃えとこうかなっていう感じで。あと、ここをね、確かにこまめにね、覚醒向こう、消せないが来たりとかもするんで、3ターンで打てる、多分5ターン回復できたら十分なんですよね。そちらをつけております。で、こちらがブルッカですね。ブルッカにアシスト無効潜在、これはもうね、もうつけてたんで、ちょっと発想もったいないなと思って、はい。で、スキルチェーン2つで発想の暴圧、オロチ武器ですね。はい、オロチ武器つけてます。オロチ武器でチーム HP チーム回復を補っておりますと。で、変身後はね、またチーム HP タンクと、はい、あと熟成を持ってるんでね、はい、それでスキルが、ダメージ半減と、76マス、操作時間と民族性の攻撃力2倍、デバフ倍、デバフ書き消すのと、はい、操作時間とか、盤面縮小の、対策を担ってもらおうかなと、はい。はい、で、こちらは黒飛びですね。黒飛びにスケジュール6つ、マシンキラー。で、これ、雪ミクが着る衣装デザインって書いてあるから、雪ミクの武器でしょう。で、フレンドさんが潜在全く一緒、順番がちょっと違うだけでね、誰だっけ、霞の呼吸、霞柱、トキトーも一郎くんですね。はい、武器でつけていただいてます。で、バッチが HP プラスです。はい、ちょっと一回ミスりました。はい、それで気を取りまして、最高フランクの動画にしたいので、ちょっとミスりまくってるって、ミスりまくってもいないんですけど、はい、目のあれですね、覚醒向こうからの覚醒向こう解除戦闘を耐えてしまいました。はい、なんでやねんって。はい、よし。で、これを使って、これがあと3ターンなんで、イビルブーストとか使いましょうか。で、一応軽減も、はい、使いたいんで、こっちから使いまして、操作時間を伸ばしておこうか。
はい、で、切り捨てる。ね、グランエルブも使っとくか。よしよし、はい。はいはい。よし、OK。貯めるスキルも特にないしね。はいはいはい。はいはいはい。ここまで来たら大丈夫なんですよね。よし。OK。んーで、次が、ファルコン。あ、ファクトやった。ごめんなさい。ファルコンもあれや。F0 や。ごめんなさい、F0 でもあり、スマブラでもあり、はい。僕、どっちもやってたんで、スマブラね、ほんまあれですよ。過去の栄光を言うならスマブラみたいなアクションゲームもね、昔は上手かったやつですわ。考えられないでしょ、多分。このパズル力。ビジネスパズル力なんですけどね。ビジネス言うとるけど、はい。ビジネスね、パズル力難民。はい、現状からするとね。これ、あれ、指伸ばして、はい、ちょっと待って、回復用にしてみたかったな。うわそう来るか。そう来るかって、自分がパズルミスっただけやなんですけどね。はい。よし、これでいいや。あぶねえ。普通にミスっとるやん。おお、しょうがたかたかた。普通にミスっとった、普通にミスっとった。なんか、攻撃死になってた。よし、っけ。はいはい。ごめんなさい。さて、何ターン ?2 ターン ?OK、OK。はい。で、ルーレット。滑舌大丈夫かな、ほんま。昨日がね、全然なんか、もうなんかもうあかんわと思ってね。よし。はい、OK。よし。はいはい。OK。はい。って言って4フロアやけどね。これがね、どこでね、ほんまに熟成持ちはね、熟成持ちはこれやからね、ターンを気にせんとあかんのですよ。ギャウギャウの。これやからね、とか、全然意味わからんんですけど、ステータスがね、このチーム HP とか、全然変わってくるんで、ほんまに。よし。ブルッカもね、多分、熟成しなかったと耐えれへんのちゃうかな、ファランと。そんなあなたに切り捨てるべしは。はいはい。はいはい。まずはね、ちょっと石ゲットして、せっかく今月中にね、今月で終わっちゃうんかな作式って。あと8日って書いてあった気がするんですけど、あ、じゃあワンチャン5月の、あれ石で書き集めれるってこと、まあ、そんなことは置いといて、とりあえずこういう時にクイックヒール、こまめに3ターンで使えるね、消せないバインド5ターン解除を使っておきましてやな。今、触ってもうた。触ってもうた。ちょっと待って、触る気なかったんですけど、まあまあ、いいでしょう。多分倒せるでしょう。よかった。もうちょっと気合入れよ。気合入れよ。ほんまに。でここまで来たらブルッカをもう発想の罰すぐ溜まるんで、置いとこうかなと思って。回復だけね、回復だけ、回復だけ、回復だけ。はい。はい。ちょっと、なんとも言えへんパズルやったけど。
あ、やっぱりポンのマジック、マジカルパンチ。オッケーオッケー。まあルーレットのターン一旦稼げたんでね、そう思えば、はい、僕のパズル力、パズルミスもね役に立ってると。はい、誰の役に立ってんねんって話なんですけど。オッケー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 。なんで、はい、まだまだ南弁とシールド、はい、オッケー。ちょっとあのセルフあれですね、セルフ無効貫通できへんかな。あ、あかんわ、めっちゃ、ね、あ、いや、でも無効貫通やから、いけるんか、セルフやったら。セルフ無効貫通いけるかな。あ、結構出ますね。セルフでいって、最悪、あの、普通に無効貫通決めようか。あー、ちょっと待って、はい、あらららら ら, ら、いや、そこだけか。沈める、沈めるって言った、なんて言った今、この方聞いてなかったんで、はい、はい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 、で、こうで、ここが闇になってくれたらね、いいんですけどね。あ、闇になった、繋がってもた。あぶねえ。ナイス、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 ナイスです。はい。ナイスです。ナイス、水の四項落ち込ん。ありがとうございます。大好きです、そういうの。もっとください、ほんまに。そういうの持っとくださいもうそういうの、そういうイレギュラーが欲しいですよね。なんかよし、ちょっとアイスコーヒー持つときは、飲むときはね、パズルをしない方の指で。回復力半減やと、そんな食らってへんからいいけど、はい、その僕なんかあんまりね、その甘いものを食べないんで、そので甘いもの取ろうと思ったらシロップ入れるしかないんですよね。僕シロップを入れて、シロップで糖分補給みたいなとこあるんですよ。そしたら何にシロップ入れるかって言ったら、コーヒーしかないんですよね。でよくコーヒー飲んでるんですよ。その結果あれですわ。これ何なんて、その結果がね、言わんのかいって何言おうと思ったか忘れた。ちょっと今盤面に夢中になってたんで、はい、よし、 OK で、これで80番だ。はいはいはい、 OKOK、 せっかくブルックあの威嚇溜まってるんで、まあ下げられたんですけど、ちょっとトトソティの片割れだけ沈めましょうか。なんか沈むって言ったら、ちょっとガンダムみたいなこと言ってますけど、はいはい、よし、はいはい、 OK、 あと3でしょ。3、2、無効貫通も一応貯めときたいですしね。よしよし、で、あと1ターンで溜まるから、 OK ですね、ここで行きましょうか。最悪ここ倒せんかったら威嚇させばいいんで、オロチ。闇と回復逆やったかもしれないですね。あとね、どうしたったらね、ペーネロペー入れようかなと思ったんですけど、
と枠がなかったっすね、このダンジョンに対する。あ、オッケーオッケー。これね、多分耐えれるんちゃうかなと思ってるんですよ。ここまでやったら。ここまで熟成してしまうとね、回復十字とか回復エルジーとかどなたかお持ちじゃないのかな、持ってないな。一回だけ耐えれたらいいんだよ、ほんま。 OKOKOK 耐えれた耐えたね。めっちゃ鼻かゆいんですよ今。回復の4ゲージさえしとけば全パラ強化ってやっぱあれっすね、なんか。あ、危ない。あ、でもちょっと待って、全然回復できるやん、4個消しだけで。相手も闇属性なんで、 OKOK、 ここで熟知してくれたと。はい、マドゥってどこで出てきましたっけ。マドゥさっきなんか出てきた気がするんですけど、よし、 OK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 。それあのね、動画の向こうの皆さんに、ご覧になってくださってる皆さんにね、まずどこでしたって言って、まあまあこんなこと言うたらね、身も蓋もないんですけどね、ほんまに。よしよしよし、はい、ヘッグベッドハンド、はい、来てましたね。はい、なんかシャーマンキングのあのホロホロの技みたいですね、なんかとりあえずカタカナみたいな。ああ、そうそう、シャーマンキング僕見たいなと思ってて、押せた。なんか新しいのあるんですよね、なんか。ちょ、待って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 。薄いホロホロの話をしてたらちょっとミスってるよ。薄いホロケウです。ホロケウでしたっけ。はいはい、オッケー。ここにね、もうオロチもどうせと刺そうと思って、はい。よっしゃ、いっちゃいましょう。待って、クイコと、もう。で、ちょっとまあまあ、一応、クラフしておきましょうか。はいはい、はいはいはい。ここが回復になったら、はい、OK。これで、10コンボはいってくれるはずなんですよね。あ、いった、なんなら、レアな。4個消しが落ちてきましたね。はいはい。はいはいはい。ちょっと待って、ここはまだ行きたくないんですよ。なんかの事故でもあんま行きたくないんで。よしよしよし。はい、OK、OK。せめてこの盤面になってから行きたかったんで。で、はい。で次に最後ブルッカが使えるんで、よし、ブルッカも、あれや、花嫁の方、名前覚えれへん。ごめんなさい、ごめんなさい、ほんま。ちょっと盛大に繋がってるけど大丈夫かな、これ。めっちゃ、うわ、やってもうた。ってほんま。あ、じゃあエルシャ使いましょうか。オッケーオッケー。ちょっとあの威嚇の間に倒せたらね、ちょっとカッコついたんですけどね、まあ、そんな身の丈に合った行動をしましょうというね。はい、よし、これぐらいでいいか。あ、ちょっと全然全然全然回復繋がってたわ。よし、OK。全然これ良かったやん。で、あれでしょ、四君子でしょ、シャンメイ、はい。で、消せない解除しといて。ここワンチャン回復多かったりするか。指伸ばしたかった。まあ、グランヘルプちょっと言っときましょうか。待って、はい。
贅沢そうですけど、なんと攻撃色だけとりあえず取り出しときました。オッケー、来た。よしよしよし。ああ、よかった。今になって動画撮れてるかちょっと不安になった。ちょ待って、ちょ待って。ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと待って、ちょっと待って。やばい、やばい。生放送中で、生放送ご覧になってくださってる方はよくわかるんですけど、切れそうでした、充電。危な。よし、はい、OK。よし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 。これでいいか。危ない、今ミスった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 、落とし、無意識に落とし組めてたんで、はい、癖になってるは落とし組むのが、はい、ここで切り捨てましょう。はい、はいはいはい、なんかガンはもうちょっとルーレット廃止にしよう。危ない。ああ、回転すぎやろそれ。ちょっとなんか組みやすいね、ルーレットとね。もうほんまになんかもう受け付けないルーレットが2種類あるんですよ、僕。これ多分いったな。よしよし。オッケー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 。んーで、これ無効貫通でしょ。ここは、ね、シンファ、硬かったような気がするんですよね。パズルちゃんと決めな。決めれたらいいんですけど、一応ね、もう、グランエルブ使っといて、ここで負けて、またナエトル状態になるより、はい、いいんで、やっぱり。よし。てか、なんか600何倍とかの重力下でずっと戦ってたんで、僕。100分の1ですか。重力結構ちょっと緩く感じちゃうな。ああ、よかった。んで、ちょっと待てよ。ここあれしようか。素敵な味をプレゼントです。してもらって、はい。水、闇。ああ、これはちょっと。はい。はい。で、これを。はい、はい、よし、はいはい、オッケーオッケー、ここだけにしといて、オッケー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 。これで次が多分マシンなんですよね。はい、オッケーオッケー。で、覚醒無効もこれ解除しとかんとダメなんですよね、これで。あとブルックが3ターンなんで、ちょっと待ってよ、これ行った方がいいか。いや、こうやな。回復だけ4つ。待って、危ない危ない。ブルッカーを貯めて、よしよし、はいはい、指を大丈夫、指は大丈夫。ブルッカーまたはこっちを貯めないといけないんで、次の入りがね、確か覚醒無効来るんで、これでロンゲシだけしといて、でどうせ切りなんで相手が、
はいはい、闇になると。オッケー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 、ここで行こうか。んーで、マシンキラーも存分にあるんで、グランエルブ使っとくか一応。んーで、ちょっと多い色をここで。はい。よかった、グランエルブ使っといて。危なかったな。よしよし、ゲートオープン。我が名はデスファリオン。はい、でここ覚醒の子でしょ、5ターンでしょ。 OKOKOK。 はい、でこのままじゃダメなんでブルーとか使っといて、でデス使っといて。よしよしよし、ありますねありますね。はいはい、押せない、こうしようか。よしけ、エレメントシフト、はい。あ、闇急所来ちゃうか。じゃ闇ちょっと4入れとか。いやいや無理やな、そんな。さっきできてたやん。はい、あ、危ない危ない。結局でも闇の火力出ちゃうんですよね、これ言うたら。あー、そんなことなかった。あ、じゃあ水になってくれたから、ヒーリングシンドローム。あ、オッケー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 、どんどんヒーリングシンドローム。ごめんなさい、言えてないですね。うわー、ちょっと回復1個ミスったけど、100倍の重力なんで、ここ。OK、OK。で、トゲでしょ？消せない。はい、大丈夫、大丈夫。OK、OK、OK、OK。で、消せないは大丈夫。で、黒飛び使って、指伸ばして、グランエルブ解放して、どっから来んも、まあ大丈夫でしょう、なんとかなるでしょう。はいはい、ちょっと10個も込めてる？危ない。よかった、危な。生きった生きった生きった。トゲを、はい、はいはいはい、よしよしよし。なんかこっちの方がよくパズルできてんねんけど。これでこれでこれで、よーし。ふぅ、いや疲れたねー。あー、じゃあ動画視聴しとこうか。動画視聴でちょっと経験値多めにもらっときました。それではね、もうどうせ長くなっちゃったんで、はい、ユーザー情報、購入歴、ムラヘブ21個ですね。はい、これで。ガンダムシリーズコラボガチャ。ユニコーンとか欲しいですね。ちょっと待って、ほんまに、なんでもいいよ。おっ、来た！始まった！クシャトリアか。また敵となるか、ガンダムじゃなくて、ガンダムは敵。いや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 、ガンダムに来てほしい。あ、ほんまに。ほんまラストね。これにかけてたんよ、結構。これにかけてる部分あるから、ほんまに。うわー、もう。グスタフカール、グスタフカール。はい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 、はい。
魔神タイプの HP は2倍3色以上同時攻撃ダメージ、ハミ攻撃が25倍でしょ。 OK、 じゃあ明日のデビルガンダム降臨があるんで、デビルガンダム降臨でもうちょっと狙っていきましょうか。じゃあ最後は、はい、グスタフ・カールと皆さん一緒にお別れしましょうか。はい、最後にご視聴くださりありがとうございました。はい、そろそろね、お開きにしたいと思います。もしよかったらね、動画の感想や、評価もあとこれよう見たら76なんやね、76グスタフ・カール編成とか教えてくださると嬉しいです。はい、しれっとジャスティス交換しちゃったんですけどね。はい。はい、本当にまだ100式僕諦めてないので、全然。あと8日あるんでね。はい。それまでにガンダムかき集めてね。はい。ガンダム売りますなんて言わんと頑張っていきたいと思います。それでは今回はここら辺でお開きにしたいと思います。最後までご視聴本当にありがとうございました。お相手は私、ゆうでございました。それでは、バイバイ。